それでは今回は、先日っていうかちょっと前なんですが、印西トップフォースさんの、閉店の時にですね、ちょっとお邪魔した時に、常連さんに、ちょっとお話をさせていただいた時に、これ景品でもらったんですけど、もしよかったら、ブログとかで使ってくださいって言って、プレゼントしていただいたものが実はあったんですが、まあ、それがこちらなんですね。まあ、ドローンレーサーなんかに取り付けができる、FPV っていう、カメラをマシンにつけて、モニターでそれを、電波で飛ばすというものなんですが、こちらの方、なかなか使う機会がなかったんですが、今回、ちょっとこちらを使ってみたいと思います。はい。それで、こちらですね、本当はサーキットでやった方が良かったんですが、まあ、サーキットがないのでちょっと部屋に、敷き詰めて、まあ、少しでもなんか雰囲気が伝わるかなと思って、コースっていうか、場所を作ってみました。でマシンの方はこちらですね、もうこの先っぽにくっついてるのが、カメラなんですが、まあ、こちらの方、もう簡単にテープでくっつけただけのものになります。でまあ、これで、走らせてどんな感じになるかですね。もうすでに電源が入ってますので、モニターの方が映ってますよね。はい。これで、ちょっと走らせてみたいと思います。よいしょっと。で、レク、このボタンを押すとスタートするみたいですね。はい。スタートしました。それでは走ってみたいと思います。まあ、ゆっくりですね。ちょっとモニターの方は見てないんですけれども、どうですかね。かなりゆっくり走ってます。だんだんちょっとスピードを上げていってみたいと思います。あ、ちなみにマシンは、RWD シャーシーの方を使って、トレーニングモードに一応してますが、トレーニングモードですら今フルスロットルには入れられてない状態です。どうですかね、 FPV の、オンボード映像の方の雰囲気伝わってるでしょうか。事故りました。結構狭いので、これ今 F1 ですね。という感じで、ショットここら辺で終了したいと思います。レクボタンを押します。多分これで保存されたと思います。まあ今なんとなく、モニターも映ってたんで、まあ、どういう感じで撮れているのか分かったと思うんですが、まあ、この後、今撮ったオンボード映像の方ですね、ちょっと上げてみたいと思います。今回は、FPV モニターの方ですね、協調性、こちらの方を試してみました。まあ、将来的にはですね、まあ、サーキットで使ってみたいと思います。